キボッキさん。反射なんてとんでもない小心者のつるっぱげ、夜中に足つり死に目に遭い、朝方トイレに必ず行く、毎日毎日うざいポストをするパッキポッキです。はい、パキパキです。今日も一日お疲れ様です。はい、お疲れ様です。今日は日曜日ということで、お休み最終日ですかね。はい、お疲れ様でございます。ドロンってことでございます。こちらの方面は今日は昨日とは打って変わって曇りになりましたね。雨は降りそうな感じはないのですが、なんかもわーっとした感じの空模様でございます。暑さはそんなに暑くないですね。昨日暑かったね。それ考えたら今日はそげんないですね。昨日は晴れて、風がなく、その前の日は晴れて風があったということなので、風があるなしで全然違うんですねということですね。体感して植物の気持ちがわかるという感じでしょうか。はい、晴れても風がなければ今時期であればムシッとするという感じ。昨日がそんな感じだったかな。はい、そのその前の日が、晴れても、風が吹けばそんなにね、なんかムシッとはしない、だから植物を、サーキュレーター当てるっていうのはこういう感じなのなと。で、今日は曇りの、風がないということで、ちょっと でもムシッとはせんかな、ですかね。そんな感じですね。はい、お疲れ様でございます。今日どうでしょう。イベントちょこちょこいろいろあってるのかなっていう感じですかね。はい、一番はやっぱり新潟のミスタープランツ。昨日じゃなかったね、今日はですね2日間かと思ったら1日しかないんですかね。はい、今日1日でどんだけ集まるっていう感じですからね。みんな新潟に集まってるんじゃないでしょうかですね。天気はどうなんでしょう。向こうは風が出るのかな。今日私のフォローしてる京栄さんがですね、朝から釣りに行ってる、ライブでしたかね。はい、なんか船でわーって行ってましたけど、いきなり船でこう乗ってる動画からというかライブが始まったんですけど、うわーってもう酔いそう、見るだけで酔いそうみたいな感じだったんですけど、結構激しい感じの、あれはなんていうんですか、クルーザーというんですか、ボートというんですか、船でですね釣りに向かっておりましたですね。なかなかいいですね。いい週末をお過ごし、なってるみたいな感じでいいんじゃないでしょうか。昨日、私事、昨日ですね、いつだったかな、お昼、飯食って、タバコ一服して、スマホを見よって、外で吸ってたんですよね。そしたら、ちょっとこう、60代、60代か70代かの、ちょっとね、年配の女性の方がスーッとこう歩いていって、ん?と思ってチラッと見てんで目そらして、でまたスマホ見て、タバコ吸ってたんですけど、ね、通り過ぎたかなと思ったらいきなりこっちに戻ってきてですね、ちょっとあんた何睨みよんねんって言われて、はぁとか思いながらチラーっとしちゃったんですよ。あんた怖いよとか言って、警察呼べよとか言われて、なんか気違いでした。イラーっとしてですね、何やこのババアとか思いながらですね、はい、で昨日一日中引きずっとったですね。ムカつくと思って、でもね、私ね、いろんな感じで皆さんからね、反射だとかなんだとかって言われますけど、全くそういうのないんですよ。はい、パッと見がね、なんか良くないんでしょうね。はい、誰かが言ってました、頭反らなければいいじゃないですかって言ったんですけど、頭反らないとたんでもない状態になってしまうというね。はい、もう事務所もいいところということで、それも値段でいいんじゃないですかとかってね、なりそうなんですけど、両サイドがバーッとこう伸びてね、いい感じで結んで、でそれを前に持っていって、ちょんまげやないかいって言ってですね、はい、一回もあんた、それ、伸ばしてから侍になったら嫌だよね、と思って、
言われた時もありましたですけどね、はい、わざわざそっちの汚い方に向かわんでもいいんじゃないだろうかとかってね、はい、思うんですけど、昔は憧れましたよ、キムタクのロン毛にね、サラサラヘアの江口洋介とかね、でもまあ伸ばしても武田鉄矢かなっていう感じになるんでしょうけどですね、なんかね、ちょっと憧れた時ありましたよ。昔はほら、ビーズのあの稲葉さんがね、髪伸ばしてたんですか、うわ、こんな感じに伸ばしてとかってですね、なんかちょっと憧れたりしてたんですけど、まあ無理。髪質も違えば元も違いますんで、それは無理っていう感じでしたね。いいですよ、憧れですから、憧れ。別に、それ、ね、なりたいっていう。ことではないけど、そういう髪型にしたいっていうだけの、まあ、願望だったんで、それはそれでいいんじゃないでしょうか。はい、さて、植物のこと何かあったかなと、変化があったかなというと、そうですね、今んとこないのかな。ちょっとこう、まあ、外に出して、あ、そっか、ちょっとまだ話違うのかもしれませんけど、庭に植えてあるあのオリーブの木の話を昨日したと思うんですけど、なんとかゾウムシって言いましたね。オリーブ、穴系ゾウリムシ、ゾウムシとかな、そういう名前だったんですけど、穴が開いてますよって。で、昨日帰って夜ですね、もう一度こう見てたら、いました。外に出てきてるマガジンが売ったんで、まあ、すぐ捕まえて、もう地面にしました。ブチって。で、動きは活発じゃないんですね、これがまた。もう、パッと捕まったら捕まえられた感じになるから、それでなんかね、パーンってやっても、もう死んだふりするらしいですよ。だからね、ちょっと立ちが悪いということで、もう完全に抹殺しました。困りますって言ってですね、ペンギンにしましたよ。はい、そんな感じです。はい、じゃあこの続きはまた後です。はい、パキポキさんのぼやき続きですということで、相変わらず曇りですね。そんなに暑くなく、寒くなく、ちょうどいい感じ。ただ、空はどんよりって感じですかね。来週の水曜日あたりからなんかちょっと天気が崩れるみたいな感じで天気予報は言うとりましたけど、まあ、そのタイミングで、ちょっと植物たち濡らせるのかなとかって思ったんですけど、まあ、この前、あったガジュマルですかね、はい、あれも早く植え替えて外の恩恵を受けさせてあげたいなと思うんですけど、まあ、ちょうどどうでしょうか、まあ、1週間になるかななんかぐらいになるんでちょうどいいのかなとかって今思ってるんですけどですね、はい、やっぱ雨はいいと思うんですよ。はい、あとはもうカーッと、ね、照りつけてくれれば、いいんじゃなかろうかと思うんですけどですね、まあ、これはちょっとどうなるかわからないんですけどですね、今年の動きっていうのがですね、なんかちょいちょいなんかね、ちょっとこうカビだとかなんかそういうちょっと黒ずんだ感じの症状が見れる植物がポツポツ見えますので、今度はそこら辺を解決していかないかんのかなとか思ったりねしてるんですけど、結構ねしっかりこの夏で、光を浴びさせ雨に当たらせっていうのをさせてもらって、で冬越しということでまた家の中に入れるんですけど、まあその時にね大量の虫をこうしつけて行く植物もいるでしょうから、まあ、そこら辺が大変なのかなと思うんですけどですね、ちょっと植え返せないかんっすよね。吉祥感とか、あとなんかもそうやったよね、ポタトランもなんかこう株で取ったもんね。結構ね植物買わなくてもそういう小株が増えましたとかそういうので結構植物増えるよね。もうそこを大事に育てていった方がいいんじゃないとか言ってね思うんですけど、やっぱ種類が違うの欲しくなったりします。
でもあまりにもね種類が違うのを買ってしまうとやらかしてしまいます。はい、それもなんか実際もう経験済みなので思いましたよ。はい、さてミスターブランク、まだ私今これただいまの時刻8時54分なんですけども、全くちょっと動きが分かりませんので、まあ、10時ぐらいからスタートなのかですね。はい、結構面白そうな感じで、ありますけど、新潟遠いよって感じですけどね。はい、というか、まあ、そもそももし仮に近場であっても今日は仕事だよって感じだから、まず、まあ、イベントはいけないんですけどね。はい、まあ、私のやってる仕事って有給が取れない仕事なので残念ながらっていう感じなんですけどね。まあ、そこそこ儲かっとったらですね、じゃあこの日休みますとかってなるんでしょうけど、なかなか景気悪いという感じで大変ですよ。はーい、もう働けどもでございますけどね。はーい、まあ、そんな感じでやっております。はい、さて、もう今月ももう折り返して後半に向かおうかとしております。はい、来週もまたちょっと雨模様の感じですけど頑張っていこうかと思います。明日は月曜日ということで、皆さんまた1週間始まっちゃいますね。ザーマーミローです。で頑張っていきましょうか。はい、じゃあ今日はこんな感じで終わろうと思います。スタノコです。てっけにじー。